石丸伸二さん、選挙ポスター訴訟で敗訴確定に本音、断片的な情報がよくわからない評価を生んでいる。東京都知事選で辞典だった前広島県安芸高田市長の石丸伸二さんが10日 X を更新、敗訴が確定した選挙ポスター訴訟について言及しました。2020年の広島県安芸高田市長選で初当選した石丸伸二前市長から、選挙ポスターの制作を受注した広島市の会社が代金の未払いがあるとして石丸伸二さんに約72万円の支払いを求めた訴訟で、最高裁第二小法廷は石丸伸二さん側の上告を受理しない決定、5日付の決定で石丸伸二さんに約72万円の支払いを命じた1、2審判決が確定しました。最高裁の決定により敗訴が確定したわけですが、これについて弁護士の紀藤正樹氏が8日に X で、最高裁判決を前提とすると石丸氏はほとんどモンスタークレーマーと非難しました。また、立憲民主党の米山隆一衆院議員は9日に X で、裁判で争うこと自体は否定されませんが、この手の商取引の支払い訴訟で、一審二審で負けたのに最高裁まで持っていくのは、ただ単に意地になって相手に嫌がらせをしているだけ、ネット広報の波に乗った手腕は認めますが、行政トップにしていい人とは到底思えませんと述べました。一二審判決によると、石丸伸二さんと会社側は20年7月に契約を結び、当時、報酬額に関するやり取りはなく、会社側は同8月、報酬額を約102万円とする見積書を送付、公費負担分の約34万円のみが支払われました。石丸伸二さん側は、報酬が公費負担で収まるとの合意があったと主張。昨年5月の一審広島地裁判決は、そのような合意があったとは認められず、会社の見積額には相当性もあるとして、石丸伸二さんが支払い義務を負うと結論付け、同12月の二審広島高裁判決も支持、そして最高裁が石丸伸二さん側の上告を受理しないと決定したことで敗訴が確定。それを受けて石丸伸二さんは業者とのメールのやり取りの一部を公開した上で、断片的な情報がよくわからない評価を生んでいると感じました。合意のない公費負担を超える金額を業者から請求されたので異議を申し立てたという事案です。合意した金額に後からクレームを言ったわけではありませんと投稿しました。あなたはどう思いますか？コメント欄で教えてください。ネット上の意見、最高裁まで争ったわけですから、当然この主張も展開されていたのでしょう。しかし実際の裁判で認められなかったということは、この主張を打ち消す根拠なり証拠が別にあるということではないでしょうか。一部だけを切り抜いて自分に優位な主張を展開するというのはネットで横行する悪癖だと思いますが、最高裁まで争って敗訴している以上、そういった手法を用いて言い訳をすればするほど墓穴を掘ることになると思います。注目はしていた候補者ですが、敗戦以降のやり取りを見ていて残念感しか残らない方だなと感じています。少なくとも見積書で100万円以上のものが出ている以上、その34万円が公費負担の上限だとしても、その見積書に合理性があって、その上で発注したのならその見積書の金額に合意したとみなされるのが小習慣的にも一般的だという判断で、裁判所はそこに判決の根拠を持ってきたのだと思います。そもそも100万円以上の見積書を出して、発注している時点で、公費負担がいくらだからとかは根拠にならないわけで、要はそこは単なる債務不履行に過ぎないと普通は判断します。それを第三審まで持っていったのは、さすがに呆れますけれどもね。100万円以上の金額が高いと思っていたのなら、発注前に相談するなり、発注先を変えればよかっただけではと思います。これだと次に受けてくれる印刷業者なんて出てこないと思いますがね。公費負担の範囲内の金額の合意はなく、それ以外の具体的金額の合意もないということなら、契約としては、実際の仕事の対価として合理的な金額の合意ということになる。その上で、裁判所は、メールの文面その他の証拠関係を踏まえ、受注業者の提示額を合理的な金額と認めただけの話。正直、こんな事件、最高裁まで持っていくような事件ではない。もう最高裁判決は出て司法的に決着はついているのに、その後の弁明の内容が本当に。
公費負担内でポスターを作成しなければならないという決まりはなかろう。いろいろな注文があってそれ以上の費用がかかれば、業者が請求するのは当然だ。こうした印刷物の作成は、請負契約にするのが一般的なのだろうが、請負金額を契約に明記していなかったのなら、委託契約になるだろう。委託契約とは、印刷物制作にかかった実費を基本として請求するものだ。裁判所で、見積書に相当性があると判断したのなら、業者の見積は穏当なのであり、石丸氏には支払い義務がある。そもそも、注文する際に契約金額を取り決めなかった理由が理解できないのだ。この社会には、商行為の一般的なルールが存在する。そんなことは、少し調べれば理解できる話で、石丸氏は今もこのことを理解できていないようだ。この人、経済のことはよく理解しているというが、商売の精神はこうした細部に宿るものなのだ。